はせおは、平安時代前期の苦行、文人、天役頭、帰国主の孫、壇上大中、北田市藩の子、官位は、十三味、中納言。竹取物語の作者の候補者の一人であり、はせお雑誌の主人公。若い頃よりが雲を志し、十八歳にして文章を綴ることを得得したが、有力な援助者はなく、紀伝道の名家であった菅原氏、 大江市などとは異なり、学問を指導し取り立ててくれる人物にも恵まれなかったという。上岸十年頃より、当時文章徳行政であった、宮古義家に指示し私文を学ぶが、新鮮的人物として高市行された義家からは、新鮮や回帰についても影響を受けたともされる。ある夜、紀伝道を学ぶ学生が軍の増して、友人春水に釣り須の台で試作を競った。 ヨシカは、ただ一人、ハセオの死を取り上げて、綴り院の間、花肌風骨を得ると激章した。ヨシカのこの一言によって、ハセオはようやくその名を知られるようになった。しかし、逆にその才能を妬む、同じ門人から残言を受けてしまい、死であるヨシカとの関係が次第に疎遠になっていったと、いう。上岸十八年十二歳にして、ようやく文章生に干せられ、字を 広と称した元行五年分賞徳行政となるが、この頃長尾は、次第に、菅原道真の人柄に惹かれ、道真と同門の塔を結ぶようになった。元行六年には、江門大尉、坂上茂樹と共に、手の平ら会脚客を務め、元行七年大作に、定下で急代して三回昇進し、十七位下に除せられた。その後、佐抜城、衝撃を経て、 任な四年中五位下に助釈するが、道真の推挙によるものとも想定される。歌朝前半は、図書頭、文章博士、式部商優を歴任する。官票六年に、十五以上、右商弁に助任されると、官票七年生五位下、官票八年中四位下と歌朝後半は、急速に昇進を果たし、この間の官票七年に、式部商優大学頭、 文章博士を兼ねて三色検体の栄誉に良し、官票九年には、四季部大輔県事中に任せられた。また、菅原道真に才能を見込まれ、官票六年に計画されるも、道真の権威により中止となった最後の検討資では、福祉に補いされている。長谷尾の知識や政務能力、そして人柄は、歌天皇からも早くから食目されており、歌上皇が、 第五天皇に与えた御一会の中でも、藤原時平、菅原道真、藤原帝国、平末永と並べて、長瀬王を心を知れり、古門にも備わりぬべしあるいは広く、経典に渡り、共に大器なりと表して推挙されている。第五朝に入ると左右大弁の養殖を務める。正体四年、正体の変が発生し、使徒も仰ぐ、右大臣。 菅原道真が、打宰言の措置に左遷されて失脚する。この辺において、長尾が、どのような態度をとったかは明らかではないが、道真に深い同情の念を寄せ、無念やる方のない思いを抱きながらも、おそらく、歌上皇に移住されて、目立った行動を起こすようなことを慎んでいたと、想定される。あるいは行動が逆効果になることを恐れていた、可能性もある。それでも、 密かに長谷尾は、廃所の道真を慰め援助していたとみられ、道真もこの誠意に感じ、廃所で作った詩集、関係語集を長谷尾に送っている。長谷尾は道真に心を寄せていたものの、第五天皇や、節政の左大臣、藤原時平も、長谷尾の人柄や優れた政務能力を無視できず、演技二年には三議に任じて苦行に加えた。なお、 参議人間を挟んで養殖の左大弁を約十年の長期にわたって務めたが、派生王が優秀な官人であったことの証明とする意見もある。演技十年1三位、県中納言、演技十一年中納言に至る。第五天皇の持続を務める一方、演技格式の編纂にも当たった。演技十二年二月十日公居。去年六十八。最終官位は中納言十三位。 監視文集に、貴家集があり、和歌が、五千和歌集に四種に一種している。竹取物語の作者の候補者の一人。長谷尾の祖父である、貴国主は井戸を家業として伝えてきたが、国主の異界により、騎士の衰退から脱却するために新しく、家を継ぐ者には、貴伝道を学ばせることになった。しかし、国主の子である、帝藩はその異界を仰せぬことを悟って、 自ら長谷寺に賛同し、文才の優れた功を授かることを祈願した。万願の日に至り、五朝の中より十二から三歳ばかりの童子が現れ、帝藩の根徳なる願いを聞き届け、我は何時のことならんと伝え、さらに何時とこの山の松に変わらぬちぎりを結ぼうと無告した。やがて帝藩は無告に言う、松は十八功とも書くと気づく。 観音の縁日は18日であったことから、観世音菩薩が、伽藍ン後の今後を同時を授けてくださったと歓喜し、その同時を、はせ観音にちなんで、長谷をと名付けたという。 気派せよ、中気のない者は、苦行部人による。中気のない者は、尊卑文脈による。ありがとうございます。